代表しまして、岡田克也代表にお答えを行っていただきます。それでは、岡田代表、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。暑い中。しかも日曜日。本当にたくさんの皆様に。ご出席いただきました。心からお礼申し上げます。本当にありがとうございます。 この長い国会、夏も越え、秋の声を聞くようになりました、残すところはあと1ヶ月、延長はありません、この1ヶ月間、いかに頑張るか、そのことによって、労働法制、安全保障法制、しっかりと成立、阻止、 ハイヤに追い込むことができるまず私たち民主党一人一人の議員が全力を込めてそのために頑張ることをこにお誓い申し上げますさてまず労働法制です特に派遣法今参議院で議論が行われています民主党頑張っていますしっかりと議論しよう そういう中で、成立の見通しがついていない状況、安倍さんにとっても誤算だったと思います。私たちは、この派遣法、安倍さんは派遣で働く人たちが正社員で働きやすくなる法案だという、とんでもないことを言っていますが、私たちは派遣がやりやすくなれば、その分、正社員の雇用が失われる。 そして、安定した働き方こそが、結婚し、子育てできる、そういう働き方こそが、今の日本に必要だということを、強く皆様にお訴え申し上げたいと思います。どうか皆さん、この派遣法の問題は女性の問題でもあります。派遣で働く人たちの多くが女性の派遣労働者。 なるべく安定して働ける状況を作り出すことこそが、成長戦略の私は根幹だと思う。不安定な働き方の中で、どうして例えば結婚し子育てができるでしょうか、どうか皆さん、この派遣法の成立阻止に向けて、最後の力を振り絞ろうじゃありませんか。 そして安全保障法制、皆さん、この2か月間の議論の中で何が起こりましたか。政府の説明が不十分だという人の数は、全く変わらないまま、つまり2か月国会やっても国民の理解は全く深まらない。それはそうでしょう。あの安倍さんの答弁では、 理解でできないのは当たり前ですそしてこの2ヶ月間で、法案に反対、憲法違反だ、その声が10ポイントも高まった、どうか皆さん、残り1ヶ月、さらにしっかりと私たちも国会で戦ってまいりますが、皆さん、声を上げていただきたいと思います。国会で残念ながら私たちは少数だ その中でこの法案を阻止するためには、国会の外で多くの皆さんに声を上げていただく、国会の中と外までしっかりと共闘していくことが、これは不可欠なんです、皆さん。今までの皆様のその活動に心から感謝いたします。働く連合ののの皆皆皆さささん、ん、ん、そして有識者の皆さん学者学 若い人たち、特に学生、高校生まで、あるいは赤ちゃんを育てるママさんたち、今まで政治と少し距離を置いてきた、そういう人たちも立ち上がって、この憲法違反の安全保障法制、絶対通すわけにはいかない、その声がますます強まっています、もっともっと強くしようじゃありませんか、皆さん。そういうい中で 衆議院では強行採決がなされました。安倍内閣の支持はガクンと落ちました。法案の反対はさらに増えました。私たちが国会の中と外でそれぞれ共同して頑張ることで、強行採決ができない状態を作り出していく、これが私たちの目指すものです。皆さんぜひお互い力を振り絞って 頑張っていこうじゃありませんか。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。